やるか。これが終わったら寿司リバーシーをやりましょう今日。全然引かれない多少引かれてたじゃないですか、まあ、なんか鍵2ついるんだよね多分ね。そうそうそう、あうんのもう B だもんね、うん、最終目的はマガタマ2つと春菜の救出なんですけど、うん、今はね運の字が書かれた木の札を手に入れました。なんか順路じゃない方来ちゃったのかな。いやいやそんなことないでしょ。何落ちただけか。落ちただけ。あ、うん、あ、なるほどね、うん、なるほどね。これあれか、あの居酒屋の靴入れシステム。 ありますねありますね、そのタイプね。2つ刺すタイプね、2つ刺すタイプか。じゃあそっちにあるのかな。あの人形はそこにいるんだよな。さっ、人形はでも、動くけど。あ、刀だ。武器じゃない。きた。錆びていて使い物になりそうもない。でもなんか棒状のもの持ちたいよね。そうよね。どの像も獰猛な表情をしている。今にも動き出しそうだ。なるほど、すげえいっぱいあんな。いや勘弁してくれよ。獰猛な面構えをしているな。悪を退け、敵を抑えるための武器。随分と物騒だ。もらってこうぜその武器。狛犬、鋭い目、大きな牙。何か魔除けでもしていたのか。地蔵菩薩、閻魔大王の化身だと聞いたことがある、うん、ありがたいような、恐ろしいような、うん、それはなんだ。縛り付けられてないかこの像だけ。助けてくれる像かな。上の方は見てないよね。あ、熊、うん、熊、はいはい、犬、北海道木彫りの熊だ。鮭は加えてない ね、 いね。確かにな、普通鮭加えてるよね。ね、鮭を加え出したのは近年っていう話を聞いたような、聞いてないような。昔は熊だけだったの。おお、ちょっとうろ覚えだから。ある記者の記録、各自調べてください。この屋敷に囚われて早2日。ここは特に異質だ。当時の古川は周囲から悪趣味なコレクターと評されていたそうで、確かにこの部屋には曰く付きの骨董品が溢れている。ここか。うん、しかし彼はただの熱心なコレクターというわけではない。仏壇や部屋中のお札を見て確信した。彼は神や仏に祈り、最後には魔を持って魔を払おうとしたのではないか。どうやらそれも無意味に終わったようだが。古川は死んでるのか。古川死んでるのか。風見鶏が古川のはずだけどね。報いを受けたんじゃない。カタカタ落としたね。魔を持って魔を払う、いいよね。俺は熊を持って魔を払ってもらいたい。動物が助けてくれるパターンですか。動物助けてくれるパターンの動物は信じられるからな。あの犬なんだったんだろうな。やられちゃったのかな。この死体も奴らのせいで。それは死体だったんだ。死体なんだ。死体いけるよねきっとね。おお、箱だ。あ、ブリッコンね。あ、来ました。でもちょっとブクって落としたね。あ、水だ水だ。これロッかあんね。あるね。ほう、なるほどね。来たね。いい、さっ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 。あ、いる、出てきた出てきた。あ、塞がれてる。マジか、やばい。あ、ロッカーロッカー、間に合わなかった。やれた。わあ。あれ、セーブ、セーブどこでしたっけ。運を刺した後にした。してない。運前だね。でも運ゲットとは知ってるか。運はゲットしてる。おい。そこな。なんかさ、あの追いかけてくるやつより節々のギミックというか、うん、音が強いよね。ここがね塞がれてて通れなかったんですよ。うん。だから引いてロッカーかかな。負けるんだったら一番いいけどね。さあここで取ると多分もう来るんだよね。そうだね、これでもうスイッチ入ったと思う。ほっほっほっ。迅速だな。
来ないか。まああいつ出現させないといけないんじゃない。ちょっとあれだったよね。クマ様。いやでもいけてんじゃない。あれ、あいつ向き変わった、向き変わった。なるほど。え、怖い。あれ、これ消えたっけ、赤い。あ、でも入るとこ見られてちゃダメか。なるほどね。あの人形がね、くるくる回っ、わかった。言ったよね。うん。あいつの視界に入らなきゃいい、うん。見られちゃダメなんだな。なるほどね。でほら人形が来たから、あいつ出てった、あいつ出てたな。こいつがね、左向く瞬間があるんですよ。ここだね。あ、なるほど、四方を見るんだ。うん、反時計回りな。三方だ、見るの。三方よしか。あ、いいね。あ、完璧だね。これはもう出現させないが正解。させなかったね。ここでじゃあ、アウンを。あっ、トゥルピッシュ。うん。お、いいね。一回セーブしたいよな。死に行きますか。できるかな。この辺セーブポイントなかったっけ。あ、まあ、運の部屋ですよね。ここはセーブポイントの部屋。俺やっぱここ2階だって、うん、2階、なるほどね。しかも尋問室らしいな、ここは。はあ、尋問室なんてなかったな。うちもないかな。あー、そうなんだこれ。いやー、行けるんだ、行けるんだな。あ、しかもあれだ、あのちょっと体傾けないと入れない系だ。ひどい周期だ。この奥に何があるのか考えたくもない、うん、これ追われてるとさ、焦るだろうね。あー、なるほど。何これ、あ、ヤモリかなんか、くぼみがある。何か置けそうだ。これには妙な痕跡がある。何置くんだろうな。なんか玉的なやつですね。玉だね。今手ぶらですからね。その奥、あ、水。確かにこんな風呂に入ったら体に匂いが染みつきそう。魚のオブジェ。あ、魚の形をした木製のオブジェ、歯型のような跡がある。もう分かりましたね。そうだね。行く場所はね。あ、やばい、ブクブクいっとる。来てる？来てる。多分すぐ来る。あそこに留まったら来てたと思う。おー、いいね。じゃあ、動きがいいね。木彫りのクマに関しての俺のうんちくはカットしといてね。え？え？あの、魚を加え出したのは近年みたいな。絶対カットできないでしょ。考えてものを言えよ。あいつら増えるんかい。こっち向いてない。集まってんね。でまた行けんじゃね。行ける。戻りもあるからな。仏像が。あれ？いるし、あんまに。いるね。いや、ただとはいえ。え、でも道を塞いだんじゃない、むしろ。そうね。これで、あ、頭が外れるんだ。そういう仕組み？で、中に入ってるのは、バールだ。バール入ってるって結構でかいよな。入れなくねえか。熊が。ね。じゃあ。これ大丈夫なんか？大丈夫なんか？お、すごいね。ああ、塞がった。もう行けなくなってんだ。あれ？木の板どこだっけ？こっちじゃねえわ。そうだね。これで、はしごが、あれか。はしごが抜けるから。セーブしなくて大丈夫？なんかこの先にセーブポイントある。いいねー。シーゴ。これ入手。コバさんか。コバさんのところに行けるな。これで2階に行ける。いいねー。サクサク。これで2階に行ける。コバさん生きててくれよ。バールもね、今後武器として使えますからね。そのはしごの使い方怖いな。鳥の剥製だ。ほう。まったくいい趣味してる。鳥の剥製な、クロックタワーでもやってたよな。剥
性じゃないか、あれは。生贄に捧げてたのか。女性の絵が飾られて多いね。生贄にされた女性たちなのか、単純に村の人なのか。いろんなとこにロッカーあんのやだな。2階にロッカーあっちゃダメージ。わあ、小馬さん、そっか。周一よく一人でここまで。小馬さんも無事でよかった。全くヒヤヒヤしたぜ。俺のせいでお前に死なれちゃう、寝覚めが悪いからな。小馬さん、あいつはあの化け物は何なんだ。なんで俺にそんなこと聞く。知ってそうだけどね。何か知ってるかなと思って。ね、何者なんだ、小馬さんは。プロレスラーってことしかわかんないよね。わざわざ言わなかっただけ。知らなくてもいい話だからな。村の、うん、俺が集めた情報によれば、この村では飢饉のたびにある儀式が行われていたみたい。生贄だ、うん、儀式。土地神に生贄を捧げる儀式さ。そのために若い娘を殺していた。それはあの化け物と何か関係があるのか。もちろんはっきりはわからない。ただあんな化け物が現実に存在するんだ。生贄たちの怨念やたたり、どうしてもそういう話が頭をよぎる。断定はしないんだね。じゃあまさかあいつ春菜を生贄にしようとしているのか。でもなんで春菜を。あくまでも仮説だ。いずれにせよ、あのその子を助けるのは脱出手段を見つけてからでないと全員が死ぬことになる、うん、あ、分かったよ小馬さん。冷静だね小馬さんね。一人で行っちゃった小馬さん。そう、まあ、いるわ。消えないでほしいんだよな。お、開かない。そしてプロジェクター、あー、映写機、映写機だ。フィルムなんか入れてみるんだな。フィルムを探すんだな。じゃあ、あ、いいね、なんか楽しそうだね。映写機、いい趣味してるぜ。こんな状態でなければな。妙な空気だ。気味が悪い。小馬さんはいつからここにいるんだい。おお、一昨日の夜。ずっと生き延びてんだよね、元の頃。ね、うん、気を失ってた。気を失ってた人と殺される人の区別は何なんだろうな。バスの事故って言っていたよな。それじゃあ今日の夕方だろうな。そうか、じゃあそんなに経っていないんだ。時間を確認しようにも携帯壊れてて。どうせここでは使えない。ここは全てがめちゃくちゃなんだ。時間ぐらいわかるよね、うん、電気が通っているはずがないのに。そうなんだよね。あ、確かにね。蛍光灯は平気でついていたりする。プロジェクターもそうだしな。俺の携帯は無事だが、ずっと表示がおかしい。変なメールが届く。怖え。まるで役に立たない。これ以上こんなところにいたら気が狂ってしまう。早くここから出なきゃな。2日間生き延びてる小馬さんは心強いな。小馬さんは何しに来たんだろうな。言ってた、ね、それ言ってないよ、ね、言ってない。またなんか左右、あっ、動いてんね。さようなら、うん、ってことは右に何かキーがありそうだな。左から行くのか。人魚いるし、ここにもちっちゃいの。ああ、セーブ。ここはセーブ結構。あ、ここ村長の自室だ。はあ、絶対式あるだろ。なんかあるね、村長の式。ありますね。死を意識した瞬間の女たちの顔、あれは他に耐え難い美しさである。その時の記憶を絵に残し味わう。うわ、あ、その絵、あの絵だ。至福の時間、わしにこれほどの可逆心があったと一体誰が思うか。やべえな村長。村長やっちゃってんね。よく。金庫にはダイヤル錠がかかっている。ああ、決定キーが外されてる。金庫なんか あるのかな。フィルムじゃない。よくそんな内容を手記に残そうとしたよな、うん、女性の絵ね。何かな。殺す瞬間のスナッピングフィルムとかじゃない。だからこの金庫の番号をどこかで調べつつ、うん、決定キーを探さないといけないんだ。なるほどね。そこもか。多分それらがあるのが右の部屋なんじゃないかな。ああ、その金庫の中にフィルムが入ってんのかな。うん、それ言ったわ。言った。あ、今ごめん、今聞いてなかった。小馬さん今なんか俺は YouTuber だ的なこと言ってた。あ、もう一回話すか。ごめん、すげえ飛ばしちゃった。同じ話かと思って。ここで会話ね。うん。朝なんでここに来たんだ。まさか事故じゃないだろう。気になってたもんね、それ。うん、俺は自分の意思でここに入った。こう有名な心霊スポットなんだろう。動画配信しようと思って軽い気持ちで。なるほどね。死ぬタイプだな。死ぬタイプね。
本当視聴者に踊らされてバカなことをしたよ。あ、生配信系の人か、うん、動画配信か。なるほどね。さあ無駄話はもういいだろう。まあでも、うん、納得はするよね。うん、まあそういう人もいるかなって、うん、まあ、理解はできんがね。便利だよね、そういう設定ね。うん、最近のホラーもの結構出てくるからな、 YouTuber とか犠牲者にもしやすいしねフィルムについてのメモ。ん、女が一人逃げ出した。レイコが逃げ出し、逃げさせた娘じゃん。別視点、村に逃げ帰ったが最後、わしらは終わりだ。良いか、一切の自分というものを捨てるのだ。希望だ、理想だ、言っていられる時代ではないのだ。なんとか後を追って処理したが、次はない。各所の施錠の一環として門を開ける道具は金庫に保管。あ、金庫の場所は古川に写真を撮らせたので各自参照のこと。各自参照、不吉。肝心のフィルムをどこへ置いたか忘れたという。フィルムを見かけたら映写機の周辺に戻しておいてくれ。なんじゃそりゃ。どういうことじゃ。でも村長と古川以外にもいるんだよな、いっぱい、ね、組織的な犯行ってことですね。村こぞって娘を殺してるんだね。恐ろしいな。で、古川が言うにはもうその娘を殺す前に楽しんでいるわけだよね。まあ浦沢村だっけ。当然の浦沢村です。浦沢村は許せねえな。あ、これまたあれじゃない、いろんな本、あ、そこにあるな、箱が下。これは、あ、見てる。なるほどね、うん、いや音だよな音にな、ドーンっていうのと、それに付随してのガミのギャーが挟まれる感じがすごいのよ。毎度のことじゃない。うん、でもさっと下行くか。あ、いいね。まあ、ない、なんか、あ、あ、それいけないんだ、左には。速攻だった。ほっほっ、内側を開けた。あ、進むね、進むね。シュワーい、かーい。いや、でもかなり強端でしたね、今。すごい良かったよ。今逃げたんだけどな。やっぱもうあいつを出さないようにしないとね。一旦上、ここは見てない ね、 ね、ここから出れるんじゃないの。この鳥かご中に入ってるのはまさか、あ、え、マガタマじゃないね。ダメか、バールで壊せるだろ、鳥かごなんか瞬殺よ。バールをまだ持ってんだね。鳥かごを持っていきなさいよ。バールまだどっかで使うんかな。か、ね、バールでこう戦えそうですけどね、バールのようなもので。ゴッドバール理論やりたいよね。ね、下、あ、ダメだ。あ、見られた。一応あいつの視点がさ、うん、この左で一マス上に届くかどうかが知りたかったのよね。届いた、届いた。一応これを見つけておいて、ここは隠れてるっぽい。内鍵を開けて、あ、いいね、完璧じゃないね。で、ここでセーブはできるな。おお、これ多分あのお母さんの玲子さんの手記でしょ。ここを見て一回区切る、うん、区切ります。ちょっとあの飾り箱を開けたくない。あ、じゃあいいよ、行こう。下向いて、タンスの中。ダメか、なんもない。し、今、おお、ピエオン。え、結構新しくね。あー、バレた。そっちはどうだ。あー、いけるか、上。うえー、あ、そうだった。これはちょっとかわしてフィルム見るまで行きたいね、このパートでね。 OK、 戻れますか。え、上、上に行く。あ、バレた。からの戻る、上戻り。あ、いいね。よしよしよし、だいぶ俺の方が早い。ああ、キバさーん、どうだ。
なんかおい、千葉さんいない。千葉さん、あ、チロッカーってな、開かない。マジでロック。あ、いや見られてるだろうな。見られてるな。あー、え、あ、どうも。あ、ですですよね。キバさんいなくなってたな、あいつで。あれで見逃してくれたらめっちゃ悪口言うもんな、俺ら。バカだろ、あいつ。節穴にも程があるだろう、つって。押せ押せ、遅い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 。どうだ、これいったんじゃない。ちょ、今のカットしといてくれると交わしたか、言わないでほしい。うん、俺もそう思う。交わしたんじゃない。あー、やったね。そしてキバさん消えたね。コバさん、セーブするよ。いいよ、フィルム見るか。俺を見て一回区切りますか。そうね。でもあれじゃん、金庫の場所をフィルムに映したんよね。あ、2407フィルムの映写を、あれ、くぼみなんか置くって言ったとこだよね。花瓶だね。花瓶あったね、さっき。あったっけ。古川、あった、あの人形の、人形のなんかすぐ隣にあったよね。どこだっけ、まあ、ちょっと次のパートでいいわ、それ。じゃあ、このセーブして今回は、2407ね。2407、ちょっとメモっときますね。そうしましょう。はい。じゃあ、校長です。